はい、こんにちは。今日の新聞第10号です。早速記事の紹介です。今日も産経新聞から紹介します。2015年3月24日、トピックス、辺野古政府広告訴訟へ、沖縄知事、来週許可取り消し。日本政府は3月23日、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古移設で、翁長知事が岩礁破砕許可を取り消した場合、不服として広告訴訟を提起する方針を固めました。翁長知事は同日に記者会見を行い、岩礁破砕を許可した区域外の海域にコンクリートブロックが投下され、サンゴ礁が傷つけられた可能性が高いと重ねて主張しています。何がサンゴ礁が傷ついただよ。そのサンゴ礁は中国に差し出すために守ってるのかね。サンゴ礁が心配だったら那覇空港の拡張なんかすぐにやめてしまえよと。そっちには反対しないのかなと。中国はかねてから沖縄は中国のものだって言ってるんですよ。今日だってね、僕言われたんですよ。会社にいる中国人の部下から、ポツダム宣言で日本の領土は北海道、本州、四国、九州の4つの島だけなんだと。いやいや君ね、勉強熱心なのはいいんだけど、その4つの島の後に書いてある条文、並び2の部分が丸々抜けてるんじゃねえかと。もうね、こんな感じなんですよ。人民解放軍は毎年毎年2桁成長してるんですよ。国防のことをしっかり考えないと、沖縄のあたりだってすぐに南シナ海みたいになっちゃうんですよ。左翼たちがいくら憲法9条を声高に叫んだって誰も守ってくれないですからね。いやー、本当にどうしようもない気違いが知事になってしまいましたよ。善良な沖縄県の皆様、心中お察し申し上げます。日本政府には毅然と対応してもらいたいですね。頑張れ日本。はい、最後までご清聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。